根据日本政府公布，地震和海啸已经造成超过8928人死亡，近12604人失踪。有家乡就在仙台的日本人说，痛失亲人和家园对日本人打击很大。父と母は無事でしたけども、僕の親戚はまだ3人しか見つかってません。あとほとんど僕の親戚は津波の地域にいましたから誰が生き残っているか分かりません。何よりその家もその家族も失ったというその心の衝撃が大きすぎて、今日本人は本当にこの打ちひしがれていると思います。佐藤義孝又说，因为电力和汽油不足，粮水、婴儿奶粉和各种救援物资都没办法运送到灾区。祈っていただきたいのは、電気が供給されるといろいろなものを動かすことができますから、電気がスタートできるようにお祈りしてください。また、このガソリンが足りないですから、ガソリンが供給されると物を運ぶことができるようになりますから、また東北地方は寒いので、この今もゼロ度以下ですから、その燃料がガソリンや灯油などの燃料がこの不足していますから、そういったものが届くようにも祈ってください。目前包括东京学员传道会在内的日本基督教机构都希望组织义工队参与救灾，请纪念他们可以筹募到足够的经费，及时解决灾民的各种需要。如果你对于今次灾情感到不安，或者想同人倾诉，请致电人生热线8100-8012，我们会即时为你祈祷。